あ、やべ、大丈夫かな、待って、 10.3%。 あれ、俺の想像、君の想像通りだよ。おお、あぶねえ、よかった。なんかよくわかんないけど、なんか印象、なんかよかった、俺のよかった、なんかロワイロにワイロあげといてよかった、そういうダジャレじゃないかね。新曲やりましょうか。なんかフリーフォールにビヨンド来てるらしいじゃないですか、噂によると。なまあ僕の予想だと9か9プラスぐらいっていう予想なんですけど、まあ限りなく9に近い9プラスかな。あのあれみたいな感じ、あのムーンハートみたいな感じかな。9プラスやんけ、ほら。おい、イラストすごい、めっちゃ進化してる。やりましょうか。まあでも別に今まで通りやっていけば多分そんな難しくないような気がするけど、どうだろう。これフェリキタス対立使ってきますわ。なんかビヨンドってちょっとなんて言ったらいいんだろう、頭おかしい配置がたまにふって振ってくると思うんで、なんかそれで初見殺しにうまい具合に引っかかれると動画的に美味しくなるのかなって。もうこのレベルだとマジで言っていいですか、あの EX プラス初見余裕なんですよ、ガチで。もう9プラスとかほんまに俺レベルになると、まあ、結構うまい、もうポテンシャル12ぐらいいってる人だったらもう本当にみんなそうだと思うんだけど、そう、ほんま余裕すぎてちょっとねハンデつけてあげましょうぐらいの気持ちでやってます。意外と、あ、いいね。ラン、これさ、元の譜面、先生元の譜面も覚えてないですね、自分。なんかやらないですね、フリーフォール簡単すぎて。ミスよね、こうやって空気みたいななってる譜面の難易度がちょっとリニューアルされるみたいなね。お、すごい、なんか、お、かわいいね、なんか、おー、すごい、なんか、え、おー、いいやん、いいやん、なんか枝分かれ、なんかかわいいね、この枝分かれのノーツが。おお、あ、自由、あ、そういうこと、フリーフォール自由落下とか、いや自由落下とか明らかにちょっとなんかニュートンもビビるぐらいのちょっと落ち方してない、これ大丈夫。10倍ぐらいの重力じゃない、これ。海王星ぐらいのあれじゃない、海王様のあれね、ちょっとドラゴンボールね、ちなみに海王星って2つあるから紛らしいけど、これなんか全然俺の想像してる意外となんか、しかもパワー系だし譜面が、あ、しかもこれどこの音取ってるんだろうねなんかそう、なんかいろいろと気になっちゃうね、この、あ、すごいね、このフリーフォールね。あ、いいやん、めちゃくちゃ楽しいやん、すげえ。なんかそんなに難しくないけど見た目がいいね、このビジュアル。最近の秋はなんかビジュアルが結構いいっていう、ジャケットが特にそうなんだけど、なんか割とデザイン性が良くないですかっていう。おお、フリーフォールね、フリーフォールっていうか、まあ別に普通にここフリーフォール要素よくわかんないけど、まあ、とにかく自由落下してるみたいな、そういう感じのね、譜面。あ、いいね、9プラス、ちゃんと9プラスって感じするわ。なんかちょっといやらしい感じの取り方もとか言ってますけど、私コンボ全然繋がっちゃってます。あれですよ、フェリキタス対立使った意味があんま見出せてないよ、大丈夫。まあでもいいんじゃない、これなんか、おお、すごい、なんか癖強い、ほらもうなんか、おー、ちょ、プロセカ、ごめん、ちょっとだけ今アキアのシーズン入ってるからごめんね、ごめんね、ちょっと倍目してくれてるとこ。このさ、曲のうんみたいなとこめっちゃ好きなんだよ、わかる、ここうん、てくてんてんてん、ここ、ここよくない、曲のうん、ここの、これがすごく素敵っていう、そんな感じね。まあなんか君の、まあ俺の想像通り、まあまあまあそんなに難しくなくてよかったわ。この辺の曲とか、まあ、今回のアップデートの曲とか、またメリゴとかね、いろいろと配信で AP しようかなと思ってて、よろしくお願いします。